はい、こんにちは、ふっしーです。今ですね、羽田空港に、着いて、今飛行機乗る前なんですけど、僕の、今年の、フリーランスになっての目標が、いくつかあって、海外で仕事の案件をもらうっていうのが一個あったんですけど、今回ね、嬉しいことに、ラスベガスでの、挙式の撮影と、あとオープニングムービーのね、撮影の、依頼をいただきまして、今日から、1週間、ラスベガスに行って、まあ、撮影もするんですけど、まあ、Vlog コンテンツも撮りに、ちょっと旅行しながら、楽しんでいきたいと思います。僕一人で行くの、すごい寂しいので、今回はね、旅のお供でちょっとね、この人を連れていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今気づいちゃったんですけど、ラスベガスに目がけて R3 買ったんですよ。あ、それで買ったばっかなんですけど気づいてんの？傷ついちゃいましたね。あら、バックで。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。今回私も初めての海外でラスベガスに行けるということで、で、私も実は留学に6月から行くんですけど、はい、初めての海外が仕事でラスベガス、もうかっこいいですね。ありがたいです。坂さん一緒に連れてってくれて、それでも元気いっぱいに撮影していきたいと思います。それでは、いただきます。ロサンゼルス、はい、今ロサンゼルスに着きました。なんか税関でね、2時間半ぐらい並んで、乗り換えがね、超ギリギリなんで、とりあえず急いで行きます。今ね、ロサンゼルスからラスベガスの乗り換えで、手荷物じゃねえや、預け荷物預けて、そしたらその人にランランランって言われたから、今ランランしてる。あ、デルタ大祭や。おはようございます。おはようございます。疲れましたね。今日本時間の6時です。朝6時今ロサンゼルスに着いたんですけど、2時です。さっきね、ランランランしたんですけど、まさかのね、乗り遅れる。乗れなくて、で、レイヤ君の奇跡的な英語力で瓶をね、変えてもらいました。ありがとう。いや、なんか税関で2時間半ぐらい並んで、いや、あれは俺らのせいじゃない。めっちゃ走ったもん。めっちゃ走った。本当に1メートル5秒ぐらいで走ったんで、俺らは悪くないですけど、とりあえずそんな感じで、次ラスベガスに今度は乗り遅れないように行きます。はい、今、ラスベガスに着いて、これからね、予約していただいていたホテルに向かうんですけど、ちょっとこれヤバくないですか。ちょっとヤバくないですか、これは。皆さん、これヤバいですよね。キッズ待遇が良すぎますよね。芸能人感の半端じゃない。はい、ラスベガスについてね、結婚式の打ち合わせが終わって、自由時間なんで、ラスベガスの夜の楽しみをしました。ギラギラしてます。ヤバいね。ね、まあ、俺らもそれは後日かりますが、今日はね、とりあえずちょっとだけ写真を撮って、あと明日に備えてすぐ寝たいと思います。 Yes, yes. では、ね、